はい、どうも、小屋です。この前起きた超巨大台風で僕、停電の被害に遭って、2、3日、ちょっと何にもできなかったんですけど、サイスさん、対戦よろしくお願いします。まあ、この度ね、無事復旧いたしまして、またこのレートバトルに帰ってくることができました。いや、もうマジで地獄だったね。ということで、今回は電気のありがたみをちょっとね、あれ ポケモンで表現しようと電気統一パーティーやろうと思ったら、ちょっと対戦で使える育成済みキャラがちょっとこの3体しかいなかったんで あとはまあ電気攻撃で、ちょっとおぎのあれね、電気攻撃で倒せないポケモンを補って倒せるポケモン連れてきたんで、まあこんな感じで今日はやっていきたいと思います。はい、どうしようかな ロトムは、まあいるね。ロトム、コケコも入っていいかな。で、まあ、シザリガーでも入れときゃいけんじゃないってことで、こんな感じでいいんじゃないでしょうか。いや、本当に地獄だったね。まあ、一番の、あれ、きついのは、やばい。一番きついのは、暑さ。特に夜。夜中ね、暑すぎて、しかも台風去った後で、なんか、すごい気温が上がっててね、めちゃめちゃ暑くて、寝れなかったっすね。本当に地獄だった。デラキオン。まあ、交代して、ボルチェンでいっか。いや、本当に、エステロ マジ？だる。交代しろよ。ドロポン来るって思うやん、普通。まあ、ステロ負ければいいかなって感じなのかな、資材がで。いや、本当に暑さ。あとね、やっぱり僕基本家でゲームばっかしてるんで、何にも本当に何にもできなくて、マジ地獄でしたね。暇すぎて。よし。で、やっぱ寝るしかないから、暑いし寝れないし、本当に地獄だったっすね。はい。まあ普段ね、なんだろう、うわ、これなんだ、ソラビかな。一応このシザリが、こだわりハチマキで、まあ、HC だったかな？ H、あ、A、HA か。HA ぶっぱで、まあ、特性適応力で、ね。あれ 自分のタイプと同じ技のタイプの技が威力強くなるってことで、落ちねえかな？落ちねえか、さすがに。落ちねえわ、全然 まあ、悪事だしね。鬼火！これ勝ったんじゃないの？まあ話戻すけど、防災対策ってのはね、やっぱり、しっかりやってた方がいいっすね。特に、うち水も止まってて、うわ。水も止まってたんで、火は出たんですけど、カップラも作れない状態で、もうやばかったっすよ、本当に。これうぜえな、ウツボット。宿り木とかされそう。まあ、シザリが残れば、球根はクジェで落とせるはずなんで。だから水とか、あと非常食とか。うわ、成長って何？非常食とかね。あれか？日照りかなんかであれかな？そういうことをやってますみたいな。うぜえ。しかも早こいつ。これ負け？これ 負けか、これ。やばいな。非常食とね、水の備え。ある程度やってた方がいいっすよ、やっぱり。一人暮らしでも。一人暮らしだからこそってのもあるけど。はい。あと、モバイルバッテリーとかもね、スマホも使えなくなったら本当に、
やることなくなるんで、買っといた方がいいっすね。ちょ、これ。おい、これ負けか、これ。でも、ウツボットにさ、あ、毒技あんのか。ちょ、ウツは、なんか、うまい具合に、うまい具合に。ええ、こいつ早すぎだろ、何これ。しかも、毒 Z だし。え、なんでこいつこんな早いの。ちょ、ウツボット調べていい、これ。ウツボット。え、何こいつ。早すぎだろ。え、スカーフロトムも抜き、最速コケコも抜き、なんだこいつ、なんだこいつえ、何マジ、負けたわ。うわ、なん強こいつ、なんだこいつ。これ負けだな。ウツボット、え、S70 だよ。なんだこれ。は？え、何ウツボットって。え、天気が、日差しが強いの時、素早さ2倍になる。なんだよそれ。ふざけんじゃねえよ。揚力素だって。なんやねんこれ。ひなんぬさん、対戦よろしくお願いします。やっとね、こうやって落ち着いて、ゲームができるって恵まれてますね、やっぱり日本。やっぱこうやってさ、普通に今こうやってゲームしてんの当たり前、動画撮ってんの、配信すんの当たり前みたいになってるけど、まあこうやって当たり前にできない国っていっぱいあるわけじゃないですか。いやー、幸せっすね幸せだほんまに。どうしようかな。まあ、コケコ行くか。ちょ、クワガタも全然使わねえわいらん。なぜか育成してたわクワガタ。いや正直ね、台風今回めちゃくちゃ舐めてたんですよね。まあ、というのも僕関東来て初めてっていうか、まあ今年来たばっかで、まだ5、6ヶ月しかこっち来て立ってないってのもあったんですけど、これどうしようかな。空火打たれたらだるいな。まあ空火アクジェで落ちねえかな。 X だったらもうどうしようもない。 X かよもうなんなん。まあ関東来てね、まだ5、6ヶ月で、まあ台風正直めっちゃ舐めてたんですけど、やっぱ今回ね、特にすごい威力の台風だったみたいで、ちょっとね、なんかワンチャン仕事を休めるなみたいな、そういうなめた考えしてる、もうあれじゃないっすねしてそんなことも、そんなね、台風来るかって喜んでる場合じゃないっすよ。もうこの異常気象のね、異常気象ばっか起きる今の時代、もうねやってられないっすわもう本当に暇だったの俺、マジでやることなくて、あっちいし風呂も入れねえし、本当に二度とごめんっすね。電気 Z ぶち込むわこれ、めんどくせえからこれどっち、俺か。この Z ってさ、録画っていうか動画映さなくていいのはさ、映さなくていいっていうか、ミミッキュ Z だっけ、映しちゃダメなのって。これは映していいんだよね。いいんだよな。頼むよ。落ちないっしょ、でもさすがに。落ちろ。よっしゃー、おい、これが電気の力じゃ。とー、俺カプテテフマジ嫌いなんですよ。強いからもうね、こいつだけは本当に目の敵にしてやってますから、もう問答無用で電気 Z とかぶち込んでいきますよ。リザードン、マジリザードン、あの
これさ、なんだっけ、地面だっけ、俺目ざば地面で厳選した気がする、なぜか。どうしよう、マジシャの方が入るっしょ、俺マジシャで落ちないっしょ、さすがに落ちない落ちない。うわ、これめんどくせえな、これ。これどうしよう、カプコケコ切る必要ないよな、ちょっと馬車にしよう、馬車。どうせもう一回羽休め打ってくると思うんだけどな。てかリザ X ってさ、あんまり見ないから、あのメインウェポンって何なの、激輪、結局激輪かな、激輪、地震、羽休めね、 OK。 あとなんだろうな、ステミか、ステミタックルかな。これ やべえ、抜いてるか分かんない。守る安定だけど、まあ守るでいいか。まあ剣舞竜舞、剣舞竜舞鬼火、あ、オッケーオッケーオッケー。よし、こっから読み合いですね。テテフ倒した、鉄火具屋か、鉄火具屋連れてきてるかな。だって電気3体いるしさ、俺のパーティー鉄火具屋ないと思う、地震で。 OK、 落ちて落ちろ、玉馬車玉馬車玉馬車、落ちろ落ちろ落ちろ、えい、へい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 。あ、急所かありがてえ、有効かな。馬車も俺メガと迷うんだけど、玉で十分強いと思うんですよね。その分メガをね、他のポケモンにメガさして勝ったな、マリルリは勝ったね。えコケコとこいつらでうまいことやって勝ちっしょ、これ。まあ自信で、もう締めに入るもうね、台風、皆さんも台風のみに関わらずね、こういう、うわ、Z がこれ映していいんだよな。まあ防災対策をしっかりしましょうというお話でした。原太鼓え、これ、あれ、俺地震当てないっけ。あ、なんか回復するとかそういう効果がわかんねえ。なんだ原太鼓って、 Z、 やべえ、 Z 原太鼓わかんねえ。ん、やべえ、知らねえ知らねえ俺マジにわかだからさ、わかんねえんだわこういうの。まあ勝ちっしょ、悪事で落ちるとは思わん、さすがに。え、落ちんのかな、え、落ちたらまずいんだけど、え、落ちんのこれ、え、落ちないと思うんだけど、悪事だよ。あ、落ちたわそんなのってないよ、ま、ま、マジかよ。うわ、全部今一つじゃねえか、ふざけろふざけろマジで。おい、これじゃれつく、外せ、じゃれつく、外せ。うなんだ Z 原太鼓って、うぜえうざマジで。ちょ、なんかうまい具合に、うまい具合に、うまい具合に、じゃれつく、外せ外せよ。はい、まあね、まあ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 今日はいいよ、今日はもう、まあこんな感じで
無事ね、復活できたんで、またこんな感じでやっていくんで、今後ともよろしく お願いいたします。はい。ありがとうございました。さよなら。